皆様こんにちは、JG です。18切符で台風なので帰宅する。青ラインが3日目になります。台風なので鳥取から出来の先温泉へ、福知山へ、大阪へ帰宅します。1JR 鳥取駅。本来の予定は鳥取砂丘へ行く予定でしたが台風なのでキャンセルしました。浜坂ってどこ？JR 余部駅。ここがゆっくまさんで有名な余部か。JR 木の先温泉駅。木の先温泉駅で外湯巡りする予定でしたが台風なのでキャンセルしました。台風でなかったら外湯巡りできたのに。久美浜駅。JR 古市駅。南大阪線。そんなわけあるかい。以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。
コミュニティに投稿を始めました。見ていただけると幸いです。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。ではまたお会いしましょう。さよなら。